さあ21時になりました。ウィーケンドザランページ放送していきます。お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。よろしくお願いします。さあということで7月16日、はい、もうね、あの僕らは結構仕事からスタジオだったりとか、うん、なんかそういう室内をねこう行き来したりすることが多いので、うん、まだこう夏ど真ん中っていう感じは味わってないんですけど、確かにやっぱ世の中の皆様はね結構やっぱこの暑さにちょっとこうね耐えながらいろいろと日々頑張っていらっしゃるかなと思うんですけれどもね、うん、熱中症だけは本当に気をつけて、ね、水分とあとやっぱり塩分ですか、汗で出ていっちゃうんで、はい、うん、の補給もね皆さんしっかりしていただいて、対策をしていただければなというふうに思いますけれども、はい、8月6日のオンエアでですねこのウィーケンドザランページの放送が200回を超えるということで、すごいやってきたねやっぱり。ありがとうございます。皆さん大きな拍手が聞こえております。ありがとうございます。で、リスナーさんから結構企画案が届いてるので、ああこのオープニングでサクッとねちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、はいはい、まずはケロケロボッチさんからメールいただいてます。200回を記念して恒例の川柳を呼んでもらいたいですと。ウィーケン恒例のね、久々ですね。なるほどね、はい、いやでもあの企画としてパンチ力弱いかないやあとね僕ら自身に結構打撃食らっちゃうっていうとこありますよね、これ。スキルがあるんだったら、まあちょっと、あの、面白い内容が、こう、そうだね、浮かべばやりましょう、このね、川柳、うん、も、はい。自主的に言っていくスタイルだね。まあこんなね、送る人も、些細なことでもいいです。そんな大層な企画ばっかりじゃなくて、うん、間違いない。もう全然何でも、送っていただければなというふうに、うん、もう一つ行きましょうか。ジミートンさん。はい。エアーでビールかけをする。優勝したテンションでやってもらいたいです。ね、これ音声で伝わる？野球のね、野球のね、優勝した時、ね、優勝した時のね、見ますよねよくね。だから今もこのご時世でいろいろそういうのも難しかったりきっとするんで、それをウィーキンが発散してあげようっていう思いも込めて、ビールじゃなくてもいいですよ。全然シャンパンでもいいしね、エアーなんで別に。音声で伝わりそう。でも着眼点としては面白いですよ。面白い、いいですね、はい、なんかこういうもしもこれをラジオでやってみたらみたいな ね、そういうことでもいいんで、ただただこれに関してはカオスな空気になることしかも、うん、あの誰もね突っ込まないで、そうなんですよ。そういうことを、うん、ぜひ皆さんね、もう間もなくなんで200回記念、僕らの、ハートが持つ限りできるっていうね、やりましょう、やりましょう、やりましょう、はい、ということで、どしどし送っていただければなというふうに思います、はい、それでは今日も行きましょう。ウィーケンドザ・ランページ。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。ということで番組終了後の9時30分からはニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信も行いますので、そちらも楽しみにしていてください。はいはい、それでは早速こちらのコーナー行きましょう。ウィーケンニュース。こんばんは、ウィーケンニュースのお時間です、はいはい、ここからはランページに関する出来事、ウィーケンに関する出来事などなど最近のトピックスをニュース形式でお届けしています。では本日のニュースラインナップを紹介しましょう。バイトル新 CM がスタート。先日ザ・ランページフロムエグザイルトライブの河村和馬さん、吉野北斗さん、浦川翔平さん、藤原いつきさんが出演するバイトルプロのテレビ CM が放送開始となりました。YouTube ではそれぞれの CM 映像のほか、ウェブ限定動画、撮影時のメイキング映像も公開されています。まだご覧になってない方は、お早めにチェックをよろしくお願いいたします。続いてはこちら。リク、歌がブレない理由を解明。先日、ザランページフロムエグザイルドライブのリクさんが、激しいダンスをしても歌が全くブレない理由を解明したと話題になっています。なんでもその秘密は、横隔膜にあるそうで、この後本人に詳しくお話を伺います。さあということで、まず一つ目、バイトルさんの、はい、バイトルプロさんの新 CM がスタートということで、全国放送ですね、4月8日からしまして、ありがとうございます。ありがとうございます。うちのねメンバーの、はい、カズマと北斗、まあ、ボーカルの2人がやってまして、はい、でパフォーマーの翔平といつきが、うん、まあお寺のね息子という四兄弟という設定なんですよ ね、 すね、これが。でおもちょっとユニークで、うん、でプロの資格を取って仕事しないとお寺を継がされるっていう設定なんですよね、あれ。そう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 。だからそのためにそれぞれダンスとか保育とかっていう名前が付けられてるんですけど、はい、そのバイトルプロさんで探せる仕事の役柄をそれぞれが持ってて、うん、ちょっとこうコメディチックなというか、はいはいはい、っていうのをこう15秒とか30秒とかにね CM で繰り広げてたりとかするんですけれども、それのまあテーマ曲というのがザランページの曲ということで、うん、でタイトルももう発表されてますね、リビングインザドリーム。はい、でこちらリクさん楽曲も歌われて、あれはですね、結構歌詞の内容はいわゆるやっぱ応援ソングというか、はい、うん、
ドリームエールだったりとか、うんうん、ドリモーみたいな歌詞なんですけども、うん、でもトラックとしてはめちゃめちゃおしゃれですよ、うん、なんか結構ね、まあ、R&B の要素が、こう、強く出てるんですけども、うん、なんかね、こう、頑張りすぎないで、こう、歌ったっていう感覚なんですよ。だから、なんか無理をしろっていう感じの、はい、きついとこそ、これ気合だみたいな応援じゃなくて、うん、一回こう、冷静になってみようよっていう。うんうんうん、俯瞰でちゃんと見て、うん、で、いけるなってなった時に確実に一歩ずつ階段上がっていこうよみたいな。なるほどね。応援の仕方の、新しい応援、するの仕方のタイプの曲になったかなと思ってるんですけども、結構やっぱねその夢を追いかけたりとか、うん、こう努力しないといけないって時ってやっぱりどうしてもこう焦りがちじゃないですか、うん、その夢を追ってる本人たちはそうだねね絶対に例えば、うん、我々みたいな職業、まあ、いわゆるこう音楽だったりとか、はい、ダンスのプロフェッショナルじゃないですか、はいはいうん、この世界だったりとか、まあ、目指してる方にこそ聞いてほしい、うん、ちゃんと冷静に聞いてほしい曲になってるかなとは思う。やっぱ焦っちゃうから。なるほどね。そう。例えばじゃあこのまあ、今僕らはこのアーティストとして活動しますけど、うん、バイトルプロさんで何か資格とか別の仕事を目指すってなったら何にします？うんうんうん、それこそ、トークイベントの時にもちょっとお話ししましたけども、はいうん、僕は多分体育教員。おの教員免許を取るために、はいはいはいまあ、大学に行ってたんじゃないかなっていう、なるほどね、感じ、はいはいはい、それ以外あんま考えたことなかったけど、うん、まあでもいわゆるプロっていうと、うん、やっぱこうサッカーのね、うん、プロフェッショナルな選手になってみたかったなと思うけどね、スポーツね、スポーツ系のね、うん、いや確かにな、何そう考えたら難しいよね、もともと僕らって趣味がこうね仕事になってったりとかして、そうだね、うん、むずいな、なんか僕栄養士とかもかっこいいなと思うんですよ、あ、うんうんうん、なんか自分もそうや。周りの人にもなんかそれをこう伝えれるってすごいなんかこういい職業だなって思うんですよね、うんうんうん、なんかそういうのも目指したらすごくだって具体的な形で遠隔でも人のこと救えるからね、うん、守れるし、ほんまにそう思いますね、体が資本ですからね、やっぱりそういう感じでね、まあ、バイトルプロさんの CM もウェブ限定動画だったりとかメイキングの映像もホームページにあったりするので皆様ぜひチェックしてください。ジュン君が栄養士やってるとこちょっと想像したんだけど似合わなすぎてやばい、そう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 、全然なもう縁遠い人間やから逆にそういうのを目指しなんかもしもの人生やったらいいなと、はい、それおもろいなぁはい、そして、続いてリクさんの何やら、はいはい歌が全くブレない理由を解明したと。そうなんですよ。これどういうこと？ライブとか、はい、いろいろやってるとさ、はいはい、まあ、僕らランペもボーカル戻るじゃない、はいはい、で、ある時、まあ、いわゆる、セバさん、うんうんはい、セバさんに僕らね、クリエイティブのね、スタッフさんがいる。とか、雄大さんに、はいはいよくあんな動いて、歌ぶれないよね、みたいな、言われたことがあったの。はいはいはい、EXILE TRIBE でライブやってる時に。はいはいはい、で、確かに、武者修行の時に比べたらぶれなくなったなと思って、でその原因は何ぞやと、はい。ちゃんと理解した方がいいなと思って、はいろいろ、はい、こう、体の中をちょっと自分の中でこう考えてみたの。はいはいはい、したら、横隔膜にこれ、味噌があるなと。このね、肋骨あたりにある、部分ですよね、横隔膜って。そうそうそう、まあもちろん腹式呼吸とかで、横隔膜がすごくこう開いたりとか、こう、上げ下げして声を出すんだけども、はいはい、やっぱ、ジャンプしてるとさ、その重力でさ、うん、やっぱ、皮膚がさ、ね、ブリブリブリってなるのと一緒で、横隔膜も動くのよ。うん、だから、ジャンプするとそれだけ衝撃がでかければでかいほど声もブレるんだけど、横隔膜だけ絶対に動かさないという力の入れ方をね、してたなと思ったの。はいはいはい。よくお腹に力入れろって言うじゃん。うん、って言いますね。なんかそのお腹に力入れろの自分がやってる意味としては、横隔膜だけ、どんだけ動いても、横隔膜だけは固定するっていう力の入れ方をしてたなと思って。はいはいはい。だから気抜けるとすぐ声ぶれちゃうし、うんうんうん、だけどそれがちゃんとできてたら、一切これ、声ぶれない。で、その力を入れるっていうのは具体的に、イメージとしてですよ、うん。その外の筋肉を力入れてるのか、それとも内側のインナーマッスルを意識して力入れてるのかっていうのは、インナーマッスルだね。あ、完全に。だから、近いのは体幹。ああ、はい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 、うん。よく言いますよね、アスリートとかも、こう体幹力入れてとかって言いますけど。そうそうそう。なるほど。その延長でついに俺、横隔膜まで来た。だからよりコアな部分というか、そうそうそう、ピンポイントでそこだけをこう具体的に止めることが意識としてできると。だからやったら歌い終わった後こことここ痛いの。あ、背中、あ、なるほどね。その横隔膜の周りか。そう、お腹とやたら疲れてる。へえー、そう。だから
もうその歌いながらね、ダンスしたいっていう方、うん、目指してる人がいたら、そこをやっぱ意識するといいってこと、うん、そうだね。すごいな。いわゆるビブラートってやつも、横、はいはい、隔膜を、まあ、声帯こうって動いてるんだけど、うん、それを動かす、そのコアとして横隔膜が動いてるから、こう声が、あー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 ってなるので、なんかその横隔膜の使い方っていうのをちゃんと覚えた方がいいかもしれない。すごいね。なんかこれリクさん講座とか開いて人体模型とかでね、今ここでしょって、今ここじゃなくてここなんですよみたいな説明したらめっちゃわかりやすそう。そうね。だから僕もっと気持ち悪いこと言うと、声出てる。のは、まあ、確かに口からね、こうやって喉と出てるんだけど、うん、はい、どこが発信源ですかって言われたら、俺足の指先なんよ。足の指先からブワーって上がってきて、背中通って、後頭部通って、顔も前に来て、こう出てる。っていうこの経路があるんよ。それもユニバのジュラシックパークのあれと一緒やな。後ろから回ってきて、最終こう前に出ていくみたいな、あのパターンと一緒やん。そう。っていうね、ちょっとね、オタクなんですけど。すごいね、でもそれ。このね、経路があるんですよ。ライブでリクさんのパフォーマンス見たらなんか感じ方違うかもね、見てる人も。そうだね。あ、そうなんだ。あそこ意識してんだ、みたいな。そうそうそう。まあ、もちろん曲によって、声の質感とかも変えるから、全部が全部ってわけじゃないんだけど、わざと軽くするときもあるし。面白い。そう。すごいですね。はい。ということで、以上、ウィーケンニュースでした。ではここで一曲お送りしましょう。夏にぴったりの楽曲です。ザランページフロムエグザイルドライブでサマーデイズ。さてここからはこちらの企画をお送りいたしましょう。雑学マスタージン腹垂れ小僧をギャフンと言わせよう。よっ。現在日本が誇る雑学マスターに成長したジンク、いやジン腹垂れ小僧、いや退化しとるですが、鼻垂れ小僧にはまだまだ知らない雑学があるかもわかりません。そこでここからはリスナーさんから届いたとっておきの雑学を使って、ジン鼻垂れ小僧をギャフンと言わしていきます。いや、これちょっと最近、戦績悪すぎてね、僕ちょっと復習し始めてるんですよ。なるほどね。これあかんなと思って。もうちょっとだからこうなんか情報とかをあらかじめちょっとこうなんか温めとかないとなと思ってやってるんで、今結構アンテナ立ってる状態なんで。やばい、この人真面目になってる、ということで神奈川県アネミンさんからの雑学。アネミンさん、日本人が食べているかぼちゃは英語でパンプキンとは言わない。さあ花田小僧くん、この雑学知っていましたでしょうか。この雑学知ってました。お、さすがだ。さすがだね。説明お願いします。ですね、多分日本人が食べてるパンプキンって多分スウォッシュかな、ほうほうほうって言うんですよね。はい。で、周りが緑のやつ、はい、でパンプキンと言われるのが皮が黄色というかオレンジというか、はいはいはい、種類のことをパンプキンと呼ぶはずなんですよ、きっと。正解。よっしゃー。そうなんです。なんか久々ぶりにちゃんと正解して、なんかこっちまで嬉しいわ。久々気持ちいいわこれ。気持ちいい。超気持ちいい。そうそうそう。素晴らしい。そうなんですよ。続きまして、はい、ちょっとバトルオブ東京みたいな名前ですね。東京の男性ですね。ルクスさん。お。世界で最も売り上げを叩き出しているスターバックスの店舗は実は日本にある。さあ花垂小僧くん、この雑学知っていましたでしょうか。じゃあ。知りませんでした。あら。実は、はい、渋谷スクランブル交差点の目の前にあるスターバックス渋谷蔦屋店が世界のスターバックスの店舗の中で1店舗あたりの売り上げで1位だそうです。へー。ちなみに追い雑学をさせていただくと、日本のスターバックスの店舗の中で開店初日で最も売り上げが大きかったのは長野駅前店だ。へー。かましてくるね。あれなんですよね。スターバックスの、エプロンつけてる人って、色によって、あれが違うんですよね。うん。大会あるんだよね。そう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 。で、それで賞取ったりとかした人は、色が緑じゃなくて、黒とかっていうのあるみたいなんですけどね。うわぁ、くそぉ。朗報です。はい。先ほど、スウォッシュって言ってましたが、あれ？本当はね、スクワッシュ。僕、スクワッシュって言ってませんでした。スウォッシュって言ってた。さあ、ちょっと発音が良すぎたんかな。そうそう、どっちかなって迷ってたんですよ。スクワッシュでした。ウォッシュでしたっけ？ワッシュでしたっけ？スクワッシュ。スクワッシュだ。です。そう。
残念。まあ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 、知識としてはちゃんとありますから。あります。いい復習になりました。ということで、はい、ここからですね、メールではなくてリスナーさんにね、直接電話つないで、いやもうこれほんま怖いんですよ、雑学勝負してもらいたいなと思います。はい、まあ、もしね正解することができれば、うん、最初についた先生という称号を開始します。はい、ですが、はいはい、不正解の場合はリスナーさんが考えた新たな称号を強制的に、いやこれ本日多分もう考えてるんでしょうね、きっとね、もうすでに個人的には鼻垂れ小僧を上回ってほしいなとは思うんですけど、ね、いやーマジでちょっと取り返します。ということで、はい、出題者を呼んでみましょう。もしもーし。もしもーし。こんばんは。こんばんは。ラジオネームとお住まいを教えてください。はい。鹿児島県に住んでいる萌えなです。萌えなさん、鹿児島県在住ということで、はい、ウィーケンは毎週聞いてくれてるんですかね。可能な限り時間を見つけて聞いてます。ありがとうございます。雑学は、好きなんですか？お父さんが好きで、いろいろ聞いたりして調べてます。うわー、なるほど、ね、これお父さん雑学強いぞ、多分。これね、ワンチャン負ける説ある。いや、フラグが立ち始めてる。もう声から自信がみなぎってるもん、萌えなさんの。これはさすがにわからんやろ、鼻たれことっていう感じがね、伝わってきますよ。ちょっとエナジードリンクだもん。あ、いいよ。ということで、早速雑学を出してもらおうと思うんですが、その前に、はい、ジン・鼻たれ小僧が正解できなかった場合、なんていう称号を与えたいですかね。ジン、ブ男男爵でお願いします。ブ男男爵ブ男男爵か。なんでこの称号にしようと思ったんですか。あ、ジンさん雑学全然答えられなくてダメダメだなって思うのもあるんですけど、はい、まあ、ポジティブに考えたら、ブ男のブを漢字で舞うっていう感じにしたら、まあ、いい感じになったなって。なるほどね。まあ、思ったんですけど、はい。はい。全然フォローになってないですよ。そうそう。全然フォローになってない。マウ男でブ男ね。いや、もうここはもうカタカナでいいですよ。カタカナのブでいきましょうよ。僕はもう絶対勝つんでね。見といてくださいよ。では、雑学の発表お願いします。はい。赤ちゃんが生まれてくるときに、おぎゃおぎゃと産声を上げますが、この産声を上げるのには理由があります。その理由は何でしょうか？もともと、へその緒で酸素を取り込んでたから、声を出すことによって口からしっかりと口呼吸で呼吸できるようにするため。これ、いかがでしょうか？うずー。うわー俺もでもね、正直その感じしたんよね。これなんでだろう。面白いのが、あれ今、ジン君、俺の目を見ながら確かめるようにしたんだよ。自信一切ない、これ。何これどういうこと、どういうあれなんですか、理由というか。いくつか諸説はあるんですけど、はい、赤ちゃんが体内にいるとき、はいはい、いつもお母さんの心音を聞いて、それが子守歌になっています。はいはいはい。ですが、生まれた瞬間、突然、心音が聞こえなくなります。はいはい。10ヶ月も慣れ親しんだ心音が聞こえなくなるのはとてもショックなことで、その悲しみの声が産声になっていると言われています。まあ確かに、だって、お腹にいるときは、おぎゃおぎゃって言わないわけですから。はい。なんか実験で結果も出てるみたいです。そうなんだ。はい。がっつりかまされてんじゃん。ということで。今回のこの雑学バトル、萌えなさん勝利ということなんですけども、改めまして、はい、ジン君に称号を授与してください。お願いします。はい。これからは、ジン、ブ男男爵でお願いします。この、また、この男爵っていうのかな、ブ男男爵。もうなんか想像できてまうよね、ヒゲもじゃもさ。ちょうど今ヒゲ。くそー、いやー悔しい、悔しいけど素晴らしい雑学でしたね。ありがとうございます。萌えなさんが与えた称号、ジン・ブ男男爵という称号を贈呈いたします。ありがとうございます。はい、萌えなさんにはですね、僕らのサイン入りベイ FM のステッカーをお送りしますので、はい、楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。ということで出題ありがとうございました。ね、鹿児島からありがとうございました。ありがとうございます。またリベンジしたいので、ぜひ逆に電話かけ直します。あ、わかりました。メールでどこまで電話鳴らしたらいいか番号だけ送っておいてもらえると、いきなりジンからかかってくるかもしれないです。今いい。ありがとうございました。ありがとうございました。
いやーやられたねこれ。いや赤ちゃん泣き声って言った時点でいくつかあるんですよ。おうおう雑学が。あ、じゃあその自信あるやつ1個。赤ちゃんっておぎゃーおぎゃーって音って決まってるんですよ、うんうん、絶対ラの音なんです、うんうんうん、赤ちゃんが泣く。それって不思議なことで、うん、それ決まってるラ行で絶対おぎゃーおぎゃーって泣くらしく、うんうん、とかそっちかなと思って。なるほどね。一瞬いけるかなと思ったけど、その泣き声の理由なんて知らなかったんで。不思議ですよね。たまこんな感じでですね、はい、しっかりとした雑学、うん、プライベートから発見した雑学、うん、どちらでも OK ですので、人部男男爵をギャフンと言わせるようなとっておきの雑学を送ってみてください。人部男男爵呼び込みお願いいたします。ほんまこのなんかこの悪い台本もわざわざこの人かっこ称号呼び込みお願いします。はい、受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp。 メールの件名には雑学と書いてくださいということで、本当にね雑学は良くも悪くも人を変えるということで、皆様引き続き楽しんでいただければなというふうに思います。ということでここで一曲お送りいたしましょう。 The Rampage from Exile Tribe で Bond of Trust。さあということでベイヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルの動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、お願いします。ここでお知らせです。ニューシングルヒートウェーブが絶賛発売中です、はい、皆さんぜひチェックしてください。そして番組からもお知らせです。ウィーケンは8月6日のオンエアで放送200回を迎えます、はい、そこで現在200回の、際にやってほしいことを募集しております。メールの件名に200回記念企画案と書いて番組にメールを送ってください。受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今年の夏も皆さんぜひね一緒にこのウィーケンと共に盛り上がって楽しんでいただければなというふうに思います、はい、続きよろしくお願いしま す。さてウィーケンドザランページここまでお送りしたのはザランページフロメグザルトライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。バイバーイ。動画も見てね見てね。